ちは。本日はイベントジャパン2011竹中ブースにお立ち寄りくださいまして誠にありがとうございます。私は株式会社竹中営業企画部谷川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。我々竹中はトータルソリューションカンパニーとして皆様のお役に立てるよう日々新しい提案を心がけております。こちらのステージではワイド 4.1m、 高さ約 2.3m、 184インチシームレスマルチビジョンを使用し、映像でどこまでリアルな空間や情報伝達を表現できるかをテーマに3つのご提案をさせていただきます。1つ目はモデルルームです。モデルルームを映像で再現してみました。それではマルチビジョンをご覧ください。これはマンションのモデルルームを想定したリビングルームがビルトアップされているところです。こちらの映像ですが、ビヨンド HD という超高解像度映像を使用することで、まるで自分がその部屋の中にいるような、そんな演出が可能となります。例えば、この A タイプのリビングルームのソファーの位置を変えてみましょう。このように通常モデルルームではソファーの位置を変えることはできませんが、映像だからこそこのような表現ができます。部屋をただ見せるだけではなくて、空間の使用提案まで行うことができます。では続いて B タイプのリビングルームに行ってみたいと思います。このようにモデルルームをリアルな映像で表現できれば、その場にいながらにして違うタイプのお部屋を見せることができます。なおこちらの映像ですが、弊社映像制作部の方で制作させていただきました。先ほどとは違う、雰囲気の部屋がどんどん立ち上がってきております。先ほどとは少し違いまして、和モダンな形になっているのではないでしょうか。こちらのお部屋では、壁やソファーの色を変えてみたいと思います。このように、壁やソファーの色を変えることにより、お客様により、具体的なイメージをお持ちいただけるのではないでしょうか。またこちらの映像を同期して、この床面にもモニターございますが、こちらの方も変化しております。さらに、C タイプの部屋に行ってみたいと思います。最近マンションではお客様が内装を自由にカスタマイズするタイプが増えております。それを実際のモデルルームで実現しようと思うことも、スペースに限りはございます。パソコン上でそのバリエーションを見ることも可能ですが、それはあくまで小さなモニターの中でになります。こちらでは、ビヨンド HD だからこそできるその質感を見ていただきたいです。部屋の方が出来上がってまいりました。先ほどとは違い、ちょっとシックな感じに仕上がっているのがお分かりになりますでしょうか。こちらの部屋では、照明を今からオンオフ、こちらの2つの照明がオフいたしますので、そちらの方の、質感の変化の方をご覧ください。このように照明をオンにしますと、部屋の質感の方変わっているのがお分かりになりますでしょうか。ちなみに先ほど私が、ビヨンド HD と先ほどから言っておりますが、ご覧いただいている映像は、4K、 つまりハイビジョンの4倍の解像度で表現されたものです。さらに画質を追求し、今回は静止画になりますが 8K の映像をご覧いただきましょう。先ほどと同じリビングルームですが、質感の方の変化分かりますでしょうか。さらに映像の方寄ってみたいと思います。このようにソファーの皮部分の質感、忠実に表現されているのがお分かりになると思います。それでは次の写真に行ってみましょう。次は、車の車内になりますけども、このようにハンドル部分であったりとか、スピードメーター部分、また、シフトの部分まで忠実に表現されていると思います。それではもう一枚行きます。こちらロサンゼルスの風景画になるんですけども、通常このように引いた映像から近くに寄ってしまいますと、どうしても映像が乱れてしまいます。ただ今回は、近くに寄って、このように近くに寄っていただいても画質の乱れがないです。大画面で、高精細な映像、その画質を追求すればリアルな映像表現はまだまだ可能性が広がります。
次に2つ目のご提案、デジタルセットについてご説明したいと思います。コンサートや演劇のステージセット、展示会の装飾パネルをビヨンド1で表現すれば、このように新シーンに合わせた美術セットとしてご利用できます。通常イベント会場とかですと壁面を作ってしまいますと、このように動くようなことはできないと思うんですけども、陰影また陰影をつけることにより奥行き感のある空間が作れます。またこのように光の欄を入れれば照明のような効果もあるのではないでしょうか。例えば、こういったセットの中で司会者がプレゼンテーションを行えば、リアルとバーチャルの境界のないプレゼンテーションステージが展開できるのではないでしょうか。ちなみに私が先ほどから持っているこの iPad、 先ほどよりこちらの iPad を使って新陳事を行ってまいりました。プレゼンター自身がオペレートしていくリアルなプレゼンテーションが可能となります。話の内容に合わせて iPad をクリックすると次のシーンに飛んだり、次のコンテンツが登場したりとプレゼンテーションのバリエーションが広がります。最後に、3つ目の提案です。何やらいろんな文字が浮かんでくるのがお分かりになりますでしょうか。そうです、 Twitter の画面になります。こちらの方 Twitter、ブログ、Facebook といったソーシャルネットワークは最近、プロモーションの方では欠かせないツールとなっております。このツイッターの画面を例示し、イベントや展示会場、ショールームなどで使用することで、よりお客様目線に近い情報が来場者の方にお伝えできるのではないでしょうか。またデータベースを使用することにより、イベント、展示会の主催者様側に有益な情報をご提供できると思います。いかがでしたでしょうか。今回は Beyond HD 超高解像度だからこそできるリアルプレゼンテーションを行いました。バリエーションやシーンチェンジをこれまでと異なる表現ができることがお分かりになったと思います。ブース内にはこの他にもハイクオリティを追求した 3D マッピングであるビームペインティング、今回は車の模型にマッピングを行ってまいります。また ICT コーナーやウェブ中継システム、ベフルといった弊社オリジナルシステムの紹介や、人の動きに反応するインタラクティブコーナーなども随時デモンストレーションをしております。映像機器はもちろんのこと、ウェブ、SNS といった ICT、そしてクリエイティブ、これらをツールにしソリューションを提供できる皆様のトータルソリューションカンパニーとして株式会社竹中は進みます。この後もお時間の許す限り竹中ブースをご覧ください。本日は誠にありがとうございました。